皆さんこんにちは、ひとみです。今回は1月のみんなのメイクのコスメの勉強会に参加してきたので、その様子をご報告したいなと思います。それでこれからコスメの勉強会に参加したいなと思っている方とか、どんなものなんだろうなって気になっている方にちょっと分かりやすくねご報告できればなと思うので、続きが気になる方はこのまま引き続きご覧ください。それではどうぞ。で、じゃあまずね、みんなのメイクになんで私が参加したかっていうことなんですけど、もともと1年前ぐらいから YouTube でずっと海外の YouTuber さんを見てて、でも私カメラとかも撮り方もわかんないし、どうやってやったらいいんだろうなって全然わかんなくて、それでね、ネットで調べてたら、日本でもね、こういう撮り方だったりとか、新しい商品を試せたりするサイトがみんなのメイクで、あ、すごい新しいなと思って、それから登録しました。そして、私がみんなのメイクのコスメの勉強会に参加したいなと思った一番の理由が、毎回その日に紹介していただける会社さんの、その商品を作った方だったりとか、その担当の方や代表の方が来ていただいて、直接この例えばこの製品はこういうところが魅力で、こういうのに力を入れていてっていうことを話してくれることと、あとね、目の前で直接使うことができるのはすごいいいなと思います。あとね、もう一個は、私たちから例えばその途中で使っていて、あ、これって例えば成分で大丈夫なのかなとか、例えばこのリップってチークにも使えるのかなとか、そういうのもね、直接すぐ目の前で質問できるのもすごいいいなと思って、今はね、3回目かなと思うんですが、コスメの勉強会ね、時間があるときはなるべく参加するようにしてます。で、勉強会は月に1回あって、毎月最終週の水曜日の夜7時からになります。で、前回1月からオフィスの場所が変わって、六本木1丁目から出てすぐの、オフィス、すぐ近いのですぐわかると思うんですが、アットコスメのね、本社のビルで勉強会をしてます。それで、このコスメの勉強会に参加する資格なんだけど、まず1番目は、みんなのメイクっていうね、サイトに登録してあること。と、みんなのメイクに登録してもらって、その中のモニターメンバーにね、登録する場所があるんだけど、そこに登録してる方でこれから動画を作ってみたいなという方が対象の勉強会になっています。それで、コスメの勉強会に参加するのにも特にお金はかからなくって、自分の家からこの会社の六本木1丁目の駅まではもう電車代は払わなきゃいけないんだけど、それ以外は本当に特に何にもお金は発生せず、先ほど言った条件をクリアしている方であれば誰でも参加できるものになってます。はい。それで、登録しただけではその勉強会には進めなくてですね、勉強会が毎月1回、最終週の水曜日に勉強会が行われているんですが、少し前にみんなのメイクからメールが届きます。それで、そのメールにもしね、希望の方は、そちらに、返信していただいて、抽選で通れば、無事、行くことができます。そして、年齢ね、気になさる方もいるんですけど、私今26歳で、大体ね、私の周りに前回いた方は、40代、30代、20代、後半、前半、あと10代の子なので、結構ね、幅広い層の、方がいらっしゃるので、全然気になさらないで大丈夫だと思います。そしたらですね、まあじゃあみんなのメイクとかコスメの勉強会ってなんだっていうのが分かったところで、今回1月にね、来ていただいた2つの会社さんのご紹介をさせていただきたいと思います。1社目がラックススタイリング。もう皆さんご存知のラックスですよね。今回はね、すっごいお土産が豪華で、いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本もヘアスタイリング剤をいただいちゃいました。そしたらですね、まだね、全部は使い切れてないんだけど、中でも私が気になったものをいくつか紹介したいなと思います。で、1番目はこちらです。リセットウォーター。これはね、例えば朝起きた時に、例えばこういう風に変な分け目で起きちゃったっていう時に、これをこうかけてもらって、ドライヤーでね、自分の元
あの自分の、希望してる分け目のところに、分けてドライヤーで乾かすと綺麗にねその分け目を作ることができます。あとはこう私ね結構後ろのねここのあの何つむじか、つむじが日中ねパカってしちゃうことが多くって、これってねなんかもう一生直せないもんだと思ってたんだけどね、これで直せるらしいです。これをねそれもかけてもらってドライヤーで乾かすんだって。そうするとねそれもねちゃんとね直してくれるみたいです。で次がねこれヘアフレグランス、ヘアフレグランスです。これね本当にいい匂い、水辺に咲いたホワイトフローラルのような香りってなってるんだけど、あのねなんかすごいきつい匂いじゃなくて多分ねみんなが好きな香りだと思う。じゃあちょっとやってみましょう。これをねこうやってやるんだけど、もうねなんか全然髪もサラサラで何にも引っかかるところもないし、あもう香りがねほんのりほのかにこうふわってした、あの人とねすれ違った時にいい香りが髪から続く感じ、これ超いい匂い。髪から10センチ15センチ程度離して髪全体にふんわりと円を描くようにスプレーするらしいです。でねこれね3つの美容成分が入ってて、ツヤ出し成分のホホバオイルと、あと補修とか保湿成分のアルガンオイルと、あと滑らかにしてくれる成分のメドゥーフラワーパールっていう成分が入っているそうです。これ本当にいい匂い、いや幸せ、本当にいい香りです。あとはまたね使ってみて気に入ったのがあれば個別で動画作ろうかなと思ってます。はい、そしたら2時間目はですね、BCL さんのラブチュールっていう、2月2日から発売のグロスをいただきました。こちらはですね3色展開になってます。こんな感じ、一つが、ローズピンクで、もう一つがベリーピンクで、もう一つがピーチピンクになっております。でね、私はもう断然このピーチピンクが好きです。これはコーラルピンクっぽい感じで超可愛いです。今もねこれつけてるんですが、もう3時間ぐらい経ってるんだけどこんな風にツヤツヤです。はい、それでですねこのねまず見た目からいこう。見た目は人差し指と同じくらいの大きさかな。すごい持ち運びにも良かったし、中がね本当にすごいの。これね両方両面に2面こう違うんだけどね、何かっていうとこっちの面はまず先端がとんがってることで、あのリップラインがすごい綺麗に取れるっていうのと、あとね反対側がねこうシリコンになってて、なんかすごいねいい程度の量を取ってくれる、もうほんと適量を取ってくれるっていうのがすごいなと思いました。あとこうさ口にこう唇ってやっぱ年齢重ねたりとかさすると筋があると思うんだけど、そこにねすごい綺麗に浸透してってくれて、もうツルツルプルプルなのに、私結構実はグロスって苦手なんだけどね、なんか全然グロスなんかベタベタしないのがこれめっちゃいいです。しかもこの色もう超かわいい、私はもうほんとこのピーチピンク推し超かわいいです。で香りはね3つともベリーの優しいほのかなベリーの香りがします。あと美容成分と美容オイルも配合されているので、カサカサカサつきのある唇もすぐにプルンとしてくれます。こちらは、2月2日からの発売で1000円になってます。あとねもう一つねこれをいただきました、アットコスメの口コミランキング、すごいよこれ全部ね2015年、これ毎年3月に発売してるみたいなんですが、この売れたやつ1位とか2位とかね、どこが良かったのとかみんなの口コミがこうたくさん書いてあって、いただいてからもう愛読書みたいな感じで読んでます。はい、ということでこちらが1月のコスメの勉強会でいただいたお土産になります。いかがでしたでしょうか。今回はねもうね本当に量が多いし多かった、びっくり。これからねいろいろ使ってみたいなと思います。
もし次の月に米の勉強会に参加されたいっていう方はね、ぜひぜひ参加してみてください。私も1回目は一人で行って、もうすぐに友達ができたので大丈夫です。すぐ友達できます。みんなメイクが好きでやってる女の子たちなのですぐできます。なので2月もですね、抽選に受かれば参加したいなと思いますので、その時にぜひぜひお会いできればなと思っております。はい、ということで次はね、やっと眉毛の描き方の動画になるかなと思うので、またその動画でお会いしましょう。それではじゃあねー。